ベドンシンは日本統治時代の朝鮮時代と大韓民国の画家である韓国水彩画の先駆者。1937年17歳にして日本に留学して美術を学び1943年に日本川端美術学校を卒業した。日本の自由美術家協で登壇して朝鮮の独立の後、当時大韓民国ではあまり注目されなかった。 水彩画に一生をかけて大きな足跡を残した。イゴベドンシンは韓国の水彩画の独歩的な存在となる。そして当時無視され切り下げされていた水彩画を絵画の一つのジャンルに格上げすることに寄与した。また、日本留学時代に影響を受けたエコルド・パリ画風を日本画風にうまく取り入れて、ものの本質を塊から砕いて表現する。 彼独特のスキルでたユニークな画風を立てたという評価をされる。1947年講州で初の古典を開く。1950年、韓国戦争勃発。1964年、1967年、そして1969年に全羅道で水彩画古典を開く。ベドンシンは生涯26回の古典を開き、主にソウル、東京、 大阪で古典を開いた。1968年、彼は水彩画創作家協会の初代会長になった。1970年に彼はおじほ、バクチョルギョガンヨン魚、ュンオジェギルキムヨンテチェヨンガプ、キムインギュカンドムンと一緒にで、オード会というアートグループを作った。1972年構想前に水退受け制会員となった。 1975年韓国水彩協会初代会長を務めた。1973年から毎年国立現代美術館に招待された。1998年、故郷公衆でベドンシンの水彩画60年を記念する展覧会が開かれた2000年10月16日、大韓民国政府からの世界的な水彩画の画家という点。 地域美術の発展のために尽力したことを認められ、13人の保管文化勲章受勲者の一人となった。彼は油絵のスケッチ程度と思われた水彩画を絵画のジャンルに格上げするために寄与したという点で高い評価を受けた。彼が死亡した後、ベドンシンの遺族は、ベドンシンの水彩画ヌード作品を 美術品オークションに出し、2017年10月25日、150万ドルのイベの落札され、韓国画家の当時としては最も高い価格を設定された。彼の作品は、大韓民国国立現代美術館と東京国立西洋美術館で所蔵している。1973年には、新東は1975年、 1978年の韓国美術全集の近代美術、韓国現代美術全集の筆者、イ・ヨンソンは、不毛の韓国水彩画にベドンシンの存在は、絶対に不可欠である。と紹介した。1982年9月15日の日刊誌、日刊スポーツで、韓国水彩画の第一人者とした。 1986年11月10日の日刊誌毎日経済新聞はベドンシーンを韓国水彩画の絶対的存在と紹介した。1990年コリアンエアー関を発刊して韓国を訪問する外国人に韓国を代表するアーティストでベドン神紹介した。J.O.Lanam, Do, Basson, Naju, Guanju, 東京大阪ソウルヤスー。 2020年9月21日閲覧。1998-60。A ワークオブベイドンシン。Of A ワールド。レナウンドペインターオブサウスコリア。ソールド41.5ミリオンダラーズアットワンイベアートオークション。https www. ブルームバーグ .com。プレスリリーシズ。2017年11月3日。A ワークオブベイドンシン。A ワールド。Don レナウンドペインターオブサウスコリアソールドフォーマイナス1から5ミリオンダラーズアットアンイベアートオークション TV http コロンスラッシュスラッシュニュース .tvchosun.com スラッシュサイトスラッシュデータスラッシュ html ディル201410182兆141億189万 206HTML ハットトップページ国立西洋美術館 2020年9月23日閲覧、ありがとうございます。